イオンモール宮崎は宮崎県宮崎市にあるイオンモールのショッピングセンターである。イオンスタイル宮崎を核に約250の専門店が並ぶ。規模は宮崎市、宮崎県最大の規模を誇る商業施設。2005年5月19日に九州最大級の店舗面積を有する大型ショッピングセンターイオン宮崎ショッピングセンターとして開店。 2007年9月22日に全体の店舗名を現在のイオンモール宮崎に2011年に各店舗のブランド名をイオンにそれぞれ変更し2018年3月16日に新棟を増床した宮崎市内のショッピングセンターとしては宮古市で以来32年ぶり2番目の開業となった来場者数は2005年度は 約993万人。2006年度は1014万人。平日は約2万人。休日は約5万人が来場する。年間売上高は約300億円。2007年の元日には4万人が来店し、1億円を売り上げた。正式開業前の2005年5月16日からの3日間はプレオープン期間として営業した。 2008年10月時点の外観イオンモールは1996年から宮崎への出店を計画していたが、地権者の賛同が集まらず2000年に一度断念していた。2001年4月22日付の宮崎日日新聞でイオン宮崎ショッピングセンターの出店構想が報道された。この時にはすでに地権者も土地の有効利用のためなら出店を 歓迎として賛同していたが、九州最大級の店舗面積であり、年商300億円を見込むとあって、周辺自治体、東諸方郡、綾町、国富町、小遊郡の13市町村が設置した、イオングループショッピングセンター対策会議及び、中心市街地の危機感は強く、正式に出店を発表するまでに反対を表明した。ただし、宮崎市は、当事者ということもあり、 中立の立場であり、中心市街地にあった映画館宮崎セントラル会館はショッピングモールが完成すれば移転を考えているとしていた。2001年7月10日に4モールは出展計画を公表。投資額約200億円、年商約300億円、店舗面積7万平方メートル、120から130のテナント2000人の従業員。 4000台の駐車場とイオンクラシキショッピングセンターをモデルとしたものであった証券は半径20キロメートルで50万人これは自家用車で40分圏内という判断であり宮崎の交通事情からさらに広範囲からの集客も可能と判断していたこの時イオンモールは開業予定を2003年秋頃としていた建設予定地の宮崎市新別府町は 市街化調整区域であり、イオンモールの出店には市街化区域への変更と、農地転用が必要であった。つまり、出店の可否は、津村茂光宮崎市長に委ねられていた。計画発表後賛成派、反対派の論争は激化していったが、この状況を一変させたのは2002年2月の宮崎、久し屋百貨店の閉鎖であった。これを受けて、 津村市長は2002年3月12日、宮崎市議会でイオンモールの出店を回避するなら、宮崎山形屋の増床もしくは、ことぶき屋の再開店が必要であると表明した。これは、宮崎市全体として、福岡市などとの都市環境争に打ち勝ち、購買客の流出を食い止めるという観点から、そのためには、中心市街地が自ら魅力を創出すれば、 4モールを導入せずに事足りるとの考えによる表明であった。しかし、宮崎山形屋は4モールの出店で売上減が見込まれるため、宮崎からの撤退を視野に入れているほどの状況から増床はなしとした。ただし主側は宮崎山形屋の増床の可能性を予見しており、口実の通り宮崎山形屋は2006年9月に増殖を実施した。 ことぶきヤは再開店に向けてテナントとの交渉を進めていたが2002年7月16日に津村市長は文書では数店舗しか決定していないとして開店の見込みはなしと判断した宮崎久し屋百貨店はことぶきヤの店舗中2番目の売り上げを記録していたことや前日にことぶきヤ自身も再開の目途が立ったとしていたことからこの判断には 疑問符がつくものであった。この時点で事実上、イオン宮崎ショッピングセンターの出店が認められることとなった。農地転用などの諸手続きを済ませ、正式に宮崎市が開発を許可したのは2004年5月12日であった。日向テラス4モール宮崎では2017年春より、既存胸の南側に新胸の増床工事を行い、2018年3月16日に、 木存舟や4宮崎店も含めてリニューアルオープンした。増小舟はサウスモール、木存舟はノースモールの故障となり、2舟の間には中庭が設けられた。総賃体面積は従来の1.2倍の約8万4000平方メートル、店舗数は91店舗増の254店舗となった。宮崎市中央卸売市場側から見た。 イオンモール宮崎イオンモールの出店は宮崎市内の各店舗に影響を及ぼしている。中心市街地の空き店舗率はイオンモールの出店以前から上昇傾向にあった。この対策として2005年には宮崎市中心部の345の事業者によりルーマンナカモール委員会を結成。各種イベントの実施や営業時間の延長などの対策を共同で行っている。 これに関連して、宮崎市中心部にある宮崎山形屋は、イオンモールの出店を受け、2006年9月に、売り場面積を1.4倍とする増床を行い、売上を前年同期比で2割増加させた。2007年10月には、カリーの宮崎が、中心市街地のオフィス客をターゲットにした改装を、完了した。さらに2008年6月には、宮崎山形屋の東側に、 地権者と宮崎市による再開発事業として立体駐車場が完成した。また、宮崎市中心部には、イオングループの百貨店、ボンベルタ百貨店の一つである、ボンベルタ立花がすでにあり、イオンモールの出店時には、イオングループの店舗としての存続が強調されていたが、結局、2007年11月に、クアトロエクゼキューションズが、イオンの所有する全株式を取得したことにより、 イオングループを離脱した。その後、クアトロ社のオーナーの不祥事により、地元資本による立て直しを図った。宮崎山形屋は2018年のイオンモール、宮崎増章に伴い、イオンモール宮崎へ、サテライトショップ、宮崎山形屋ギフトショップを出展した。また、イオンモール宮崎増章オープン後、JR 九州と宮崎交通が、宮崎駅西口に、 アミュプラザ宮崎を2020年11月に開業した。ボンベルタ立花はパンパシフィックインターナショナルホールディングス参加のドンキホーテにより買収され2020年秋に宮崎の内路としてリニューアルオープンした。南宮崎駅前に立地する宮古シティを運営するいちごホールディングスも2019年に宮古を シティオン南宮崎店をリニューアルオープンさせた。その一方で、泉谷宮崎店が2020年2月で閉店となった。ロードサイド型の小売店の開業も進み、南宮崎駅周辺にニトリモール宮崎、旧清武町中心部にクロスモール、清武などが開業している。宮崎支給市旧市街の大規模小売店の開店、閉店、 リニューアルが立て続けて行われており、宮崎市の商業圏は、中心市街地、市街地郊外、南宮崎駅周辺の三極化する構図になると見られる。出店テナントの詳細は、公式サイト、ショップリストを参照。2005年から2017年にかけて設置されていたサテライトスタジオ、すでに撤去されている。1階東側のスペースコートにサテライトスタジオがあり、 県域ラジオ局が平日に生放送番組を編成していた。プレオープン日の2005年5月16日から実施されていたが、2017年6月1日をもって運用を終了し、サテライトスタジオは閉鎖された。増床後、サウスモールに宮崎放送のアンテナショップが設置されている。イオンモールの西隣を宮崎県道11号。 宮崎島の内線が貫き、周辺にはロードサイド店舗が林立している。南隣は宮崎市中央卸売市場。東側は一つ用海岸と呼ばれる日向灘に面した地域で、一つ用道路が南北を通りや和原神林公園が所在する。宮崎港や宮崎県総合自動車運転免許センターにも比較的近い。敷地南西に、 宮崎義人海病院が立地するほか、北隣は宮崎市軍市海病院が立地する。アクセスは自家用車が主となる。公共交通機関については宮崎駅東口からの直行バスが運行されている。イオン宮崎店に関するカテゴリー。ありがとうございます。